ブル杯アジア最終予選の組み合わせ発表。前回予選とほぼ同じ組み合わせ。一面で草。選手がやる気になりそうな組み合わせでよかった。お友達ばっかり。日本、オーストラリア、サウジアラビアは3大会で、オーストラリアとは5大会連続なのか。もう見慣れたよ、このメンツ。ほぼ同窓会だろ、こんなん。アジアカップで苦戦したインドネシアも同組。結構厳しいグループの方が楽観視せずに戦える気がします。いや、またオーストラリアとサウジアラビア会。なんで前回大会ダブル杯出場国3つも入るんだよ。ここから上位にチーム狙わないといけないから純粋にきついな。まあサウジレベル2に勝できなきゃ本大会はお話にならないから。アジアカップのベスト4がいない組、いつも当たる組なのでやりやすいと思った。オマーン矢印バーレーン、ベトナム矢印インドネシアしか前回から変わってなくて草。